次に行きましょう。これもちょっと話題になりましたね、はい、朝鮮学校授業料無償化の対象に子どもの権利委員会が勧告と、うん、これ山岡さんが言ってた内容そのまんまだと思うんですが、うんはい、まあ、国連にですね、退去活動家が押し寄せて、うん、あでもないこうでもない日本の人権がこうだとか言って、はいはいはい、朝鮮学校を虐げられてる、はい、差別されてるんだと、はい、こうレクチャーをしてですね、はい、この子どもの権利委員会は国連総会で採択された子どもの権利条約のもと各国の子どもの人権状況を審査していて7日スイスのジュネーブで記者会見して日本についての審査結果を公表しました。この中で委員の一人は朝鮮学校が高校の授業料の実質的な無償化の対象外になっていることについて他の外国人学校と同じように扱われるべきだと述べ委員会として日本政府に見直しを進めるよう勧告しました。これには法的拘束力はないんですが、はい、また説明を求められるということですね。めんどくさいね、うん、もう内政干渉もいいところでしょう。まあ朝鮮学校がどういうひどいことをしているかっていうのはまず知らされてないですからね、うん、まあ、知らされてても目つぶってるというか、うん、国連側はねそもそも子どもの権利っていうのをやるんだったら日本なんかに来るよりも、うん、アフリカのね、そうですね、いろんな、まあ、例えば、ちっちゃい子どもをコーヒー農園で働かせて、うん、で、学校に行かせない、うん、もう搾取してる搾取してるっていうのもあるよね、うん、あと炭鉱とかね、うん、鉱山とかで働かせて、はい、もう虐待で死ぬまで働かせてるとかっていうのもあったりするんですよね。また子供を兵士にするとか、あ、そうそうそう、子供を兵士にするとかね、うん、そういうのもあるわけですよ。だから全然もうその国連が日本の子供に来るよりも、うん、全然もう日本の問題、まあもちろんこの間虐待でね、うん、亡くなった子供もいたけれども、ああいうのは別に先進国では一定数いるのもいるわけですよ、うん、その先進国の中で日本は少ない方だし、うん、まあ今増えてるとはいえね、だからちょっとレベルが国連が介入してくるレベルじゃないんですよ、うん、というか我々がパッと思い浮かぶ子どもの人権が侵害されてるなってことあるわけじゃないですか、はいはい、その中で、うん、なぜこの子どもの権利委員会はピンポイントで朝鮮学校っていうのを出してくるのかって考えると、はいはい、やっぱりもう相当なロビー活動してるからに、ね、はい、ロビー活動してる連中が国連にいるということですよね、うん、だってそうですよ。だって朝鮮学校と朝鮮総連でにいた人間が日本の子どもを拉致して北朝鮮に連れてってるんですよ、うん、日本の子どもが横田めぐみさんはじめね拉致されしたのをやった連中は朝鮮学校の人ですよという事実があるわけ で、ね、なんじゃそれと、まあ、なんでそこに金出さなきゃいけないんだと。しかもこれ、うん、日本のあれですからね、うん、一条校ではないので、はい、そうそうそう、まあ、自動車学校とか、うん、英会話教室とか、はい、そういう各種学校的な扱いになりますし、反日思想を教えてるからね。そうですね、はい、憲法的にも、うん、私学にそれ助成するっていうのは、はい、本来は憲法違反ですから、ね、憲法違反です、ね、本来は、はいはい、そうです、まあ、それなんかかなり無理やり憲法学者とか、うん、はい、ごまかしごまかしやってこれはいいんだとかやってますけども、ね、はい、相当問題がありますよね、はい、というか憲法学者ってなんでそういう明らかに矛盾したことを指摘しないのか、はい、もう日本国憲法で一生飯食っていくっていう、そうですね、非常に楽な商売ですよね。だし、まあ、GHQ がね入ってきた時に、保守系というか日本の国益を考えてるとパージされてるんで、うん、その後の人間たちが今の学会を抑えてる、うん、メディアもそうだし、ね、抑えてるんでね。男塾なら女性してもいいかなっていう、はい、男塾ならね、うん、男塾であれば、はい、そうですね、そこにさっきの、はい、ビッグエクモのカラギアですが、もう間違いなく油風呂ですよ、はい、そうですね、油風呂ですね。そこでもう根性叩き直して、はい、そうです、はいはい、まあ、多少死人が出るかもしれないですけど、はい、もうワンターレンが全て直しました。一瞬で死にますから本来は本来はでも死んでも蘇るっていう、死んでも男塾大体死なないですから、はいはい、そして何らかの憲法の達人っていう、そうですね、はい、油風呂無償化とか、はい、そんなの無償化しても、はい、使うなとね、うん、まあ、なんか男塾ちょっとブーム来てるんでね、はい、個人的には来てねえし、
世の中的には全然来てねえ。いやいや来てるんですよ、はい、意外と、はい、来てるんですか。意外となんか分かってる人がいるんですよね、はい、それを出すと意外と再生されてたからね。意外と再生されてるんですよ。再生されてたからね、はい、そこに行ったか和也みたいな年代的にはちょっとこう、はい、上の、はい、そうですね、世代なんでしょうけど、はい、まあね、それでも、はい、だって僕の多分サブチャンネルのここ最近一番のヒットじゃないですか。あ、男塾動画、男塾、はい、ね、もう6万回再生されてますからね、はい、男塾の話が、はい、はい、まあ、ぜひ、はい、見ていただきたいなと、はいはい、せめて北斗の拳で話した方がまだみんなわかると思うそう、奥男塾まで行くかみたいな男塾、はい、いやネタ度で言ったら男塾じゃないですか。まあネタ度で言えばね、やっぱり、うん、はい、はい、この子どもの権利委員会、はい、うん、はい、まあ、多分今後もですね、うん、国連のなんちゃら委員会が日本に勧告したっていう話は出てきますけど、はい、そういう時は注意して見た方がいいですね、はい、間違いなくロビー活動家たちがそこに行って日本にもうないことないことを刷り込んで、でその勧告が出るという、まあ、いつものパターンなんで。そうですね、まあ子どもの人権っていうか子どもの権利っていうのを増やして、はい、日本の行政機関の権利を強くさせて、うん、それで日本の家族制度に入り込んで家庭の教育をぶち壊したいっていうところまで考えてると思いますよ、うん、はい、で国連でいうと、うん、この前動画でも取り上げたんですが、はい、韓国人、在日韓国人の教師、うんうん、はい、これ今は、うん、正規の学校の先生ではなくて、はい、常勤講師という扱いになるんですよ、うんうん、はい、これについて不満を述べてるのが朝日新聞の私の視点っていうのに載って、はい、でこの韓国人教師は、うん、その韓国人だから、うん、昇進、うん、だから校長とか、はい、主任とか、うん、教頭とかになれないのはおかしいっつって、うん、この人も国連に行って虐げられてるんです、差別ですっつって、ああ、国連に行って、はい、もうちょっとアクセスさせろっていうのを韓国出させたんですよ。なるほど。帰化したい話なんですけど、帰化すりゃね、うん、まだしもね、なんで日本でそこまでそう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 やりたがるのか。でよくその参政権求めたりするじゃない、うん、在日韓国人とか、はい、参政権求めたりするんだけど、日本人って韓国では参政権ないからね、うん、そっちが解放してるんだったらまだ多少ね、うん、あれだけど、もうちょっとだけ考えますよね。そうそう、でちょっと考える。日本じゃ向こうに行かないわけでしょ、うん、向こうはこっちにめちゃくちゃ来てるわけじゃん、うん、はい、で参政権開けって言ってるのもおかしいし、うん、まあちょっと言ったさ、日本ですごい犯罪を犯してた金鬼楼、うん、金鬼楼ね、金鬼楼事件の金鬼楼、金鬼楼は、まあ、在日韓国人で、うん、まあ、殺人とか、まあ、レイプみたいなのやって、うん、で結局そのかわいそうだかわいそうだっていう風な話して、うん、差別されたからだみたいな、で韓国で引き受けるみたいな話になって帰ったわけですよ。で韓国で入国するときに、はい、日本ではやられなかったんだけど、うん、韓国に金鬼楼が入国するときに10本指指紋取られたっていうそれおかしいですね。そう、やっぱ犯罪者だから、うん、犯罪者が国に戻るからってことで指紋取られてるわけですよ、うん、犯罪者だからなのか、それは入国するだから、えって思うよね。だから日本人、日本にいるときに在日韓国人とか、うん、まあ日本人もそうだけども指紋取られてないわけですよ、うん、僕は取られましたよ、スピード違反でそうそうそう、なるほど、はい、まあ10本じゃないですけどね、はい、でなんか基準がおかしいですよね。そうそうそう、うん、それじゃ差別だ差別だっつって、うん、そうそうそう、騒ぐわけですから、はい、いや本当おかしな世の中ですよ。そう、はい、だからなんかその韓国では相当いろいろやってんのに、うん、こっちではすごい緩く受け入れてるんですよね、うん、はい、そうですね、うん、だからこの、はい、そういう緩い中で、うん、今後海外移民が増えていくと、はい、もっと恐ろしい状況になるだろうなと、うん、やっぱ基準が違いますから、はい、日本と海外っていうのは、そうですね、はい、はい、なりますね、はい。